今回は一眼カメラで動画撮影する際の明るさ調整について説明していきたいと思います。静止画撮影と同じように動画撮影の明るさもシャッタースピード、ISO 感度、絞りの3つの要素で決めていきます。でもほとんどの一眼カメラにはオート機能がついていますので、別にオートで撮ればいいんじゃないのって思う人もいますよね。以前の動画でも説明しましたが、動画撮影ではシャッタースピードによっては動きが不自然になってしまうため、シャッタースピードはフレームレートの2倍分の1で固定しておくのが理想です。もし明るさ調整をオートで撮影すると、シャッタースピードが撮影中に自動で変化してしまい、動きの見え方が不安定な動画になってしまいます。ということで、シャッタースピードの設定は撮影モードをマニュアルにして適したシャッタースピードで固定するのが理想です。あとは残りの絞りと ISO 感度の組み合わせで明るさを調整していきます。まず ISO 感度について覚えておきたいのは、ISO 感度を上げすぎると画質が悪くなるということです。静止画撮影でもそうですが、 ISO 感度を上げすぎるとノイズが発生して画質が悪くなってしまいますので、できるだけ低い ISO 感度で撮影することを意識します。カメラによって性能差はありますが、 ISO 感度をいくつまでなら許容できるか事前に調べておくのが理想です。せっかくの一眼カメラですから、背景を大きくぼかして印象的に撮りたいということもあると思います。そんな時は絞りを先に決めてから ISO 感度を調整していきます。動画でも静止画撮影と同じように、できるだけ F 値を小さく設定しておくと背景がぼけやすくなります。逆に F 値を大きくすると全体的にピントが合ってきますので、イメージに合わせて F 値を設定します。刻々と変化する明るさにも対応できるように、 ISO 感度をオートに設定しておくと撮りやすくなります。ただ、ISO 感度が上がりすぎると画質が劣化しますので、上限を決めておくなどして注意しましょう。細かい明るさ調整を優先したい場合は、低めの ISO 感度で固定しておき、絞りで明るさを調整していく方法があります。F 値を小さくすると光の量が増えて明るくなり、F 値を大きくすると光の量が減って暗くなります。メーターとマニュアルで明るさを確認できますので、イメージ通りの明るさに調整しながら撮りたいときにおすすめの方法です。その際は絞り調整リングを搭載した交換レンズがおすすめです。中にはクリックオンをなくせるタイプもありますので、静かでスムーズな絞り調整も可能です。明るい屋外で撮影する場合、明るすぎて F 値が開放にできず背景がぼかせないということもありますが、そんな時は ND フィルターを活用します。 ND フィルターは光が入ってくる量を減らせる、いわばサングラスのようなものです。今ではレバーを回すと濃度が変わる可変式のタイプもあり、スムーズに効果を調整できるので使いやすくなっています。このように背景ボケなどの見え方を優先するか、刻々と変化する明るさへの対応を優先するかで設定の仕方も変わってくると思います。その時の状況に合わせて最適な設定を選んでいただければと思います。